クフラントは、ビアーネストロブストルップが1983年頃に開発した C の初期のコンパイラである。C のソースコードを C 言語にコンパイルした。プリプロセッサは、ソースコードをプログラミング言語として解釈せず、文字列を変換するものに過ぎないが、クフラントは完全なパーサを搭載し、シンボルテーブルを構築し、クラスや関数のツリーを構築する。 クフラントはそれ自体が C で記述されている。当初は C コンパイラ自体が存在しておらず、ブートストラップ問題があった。C で記述されたクフラントのソースコードを提供するのと同時に、そのクフラントでコンパイルして C 言語に変換した半分処理済みの特別バージョンも提供された。このコードはネイティブな C 言語コンパイラでコンパイルでき、 C で記述されたクフラントのコードをコンパイルできる実行ファイルを出力できた。クフラントを新しいマシンに移植する際には特に標準入出力周りの部分が問題になった。C のストリームは C 言語標準ライブラリーのバッファ付き合い、オーストリームに強く依存していたが、C 言語のその他のライブラリーとは関連性が弱かった。システム V 系のシステムへの移植は、 若干の手直しで動作したが、BSDK では C 言語のライブラリーや関連する標準入出力の構造体に方言が多いためより多くの修正が必要だった。クフラントは1990年頃までそれ自体が言語規格そのものであり、C は C から C 言語へのコンバータに過ぎず非常にマイナーな存在だった。今日の C には、 クフラントのコンバータとしての名残がまだある。名前就職は、当時の比較的原始的なリンカが、シンボルの型情報をサポートしなかったことからクフラントで実装されたものであり、また一部のテンプレートのインスタンス化に関する仕様も、クフラントの初期の試行錯誤から発展したものである。C は、タイプチェックやウィークシンボルなどのような機能を、リンク時に必要とする言語として初めて広く普及し、 ユニックスにおけるリンカとオブジェクトファイルのファイルフォーマットの発展に重要な役割を直接的に果たした。例外処理の完成を見ずにクフラント4.0は途中放棄され、現在では販売されていないようである。C はクフラントの限界を超えた言語に成長してしまったが、同様のアプローチを取りつつ、より標準に準拠したコミュー C、C が後に登場した。ありがとうございます。